ちょっとお父さん何してるの？私が帰ってくるのに現場になったりして。それくらい別にいいだろ。いつものことなんだから。いつものことだから言ってるのよ。大体毎日毎日現場で生活してて恥ずかしいって思ったりしないの？するわけないやないか。むしろこれくらいが一番気持ちいいし、なんなら一生服着るなって言われても全然余裕だよ。いやいや、あんたはそう思ってるけどね、こっちは見ていて気持ち悪くなるの。いい加減私の耳もなってみてよ。まあまあ落ち着けって。とりあえずお前も一度脱いでみたら。いや、それだけは絶対やりたくないんだけど。まあとにかくすっとんとんになろうが俺の勝手だ。そしてこれだけは言える。安心してください、家の中ですよ。一ミリも安心できそうにないんだけど。